ギャンよかとこ、ギャンよかもん、ギャンよか情報、ギャンよか人が紹介するふるさと大牟田屋。いらっしゃいませ。今週も開店いたしましたふるさと大牟田屋。この番組は物産振興会の自慢の一品をお店の関係者に熱く語っていただく情報番組です。ここ FM 担当のスタジオから生放送でお送りいたします。では本日出勤しているメンバーを紹介いたします。店長の森さん。はい、こんにちは。菊水堂より出向されてます。主任内田さん。はい、こんにちは。コーヒー屋より出向しております。アルバイトの瀬戸山さん。はい、よろしくお願いします。本日市の観光おもてなし課より出向されております。アルバイトのですね。はい、アルバイトです。よろしくお願いしますそして私主任の鶴です。鶴本舗より出向しております。本日のゲストの紹介をいたします。本日のゲストは相川総本舗相川さんです。こんにちは、相川です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、これよりフリートークに入りたいと思います。はい、鶴さん、ちょっと緊張した？ちょっと緊張しました。鶴さん、だいぶなまってましたよ。だいぶなまってます。はい。あの、台本を見なくて喋るとなまります。いや、いいことだと思います。ありがとうございます。はい。はい、身内で傷のなめ合いをしたところで、フリートークに入りたいと思います。まあ、今日のフリートークはもう、はい、こちらの FM 担当でもたくさん話題になったでしょうけれども、やはり、先週の土曜日曜になった、大牟田夏祭り大蛇山、これをちょっと語っていきたいなというふうに思います。まあ、特になぜかと言いますと、私森と、それと、主任の、鶴さんは、はい、大牟田神社第二区祇園で、フルタイム、3日間、3日間です。ほぼほぼ24時間働きましたね。暑かったですね、本当に暑かったです。真っ黒ですもんね。3日間ってなんで3日間かと言いますと、はい、土曜日が前夜祭で、日曜日が本祭、月曜日が目玉送りといって、はい、焼物と言われる目玉とか耳とか牙とかを、はい、各奉納先に、奉納して回るという行事があって、はいはい、まあ、これが、3日間と言うんですけれども、で実は今日ゲストので来ていただいてます相川さんも、三区八剣神社の、はいはい、総大会の会長、実はトップなんですね、相川さん。そうなんです。で本当はゲストなので後半にあの一緒にお話をしましょうと思ってましたけども、はい、大蛇山の話をせっかくするんで、トップがいらっしゃるんで、はい、ちょっとトップとお話をしたいなというところで、はい、一緒に話に語ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。でそういうことで、今お話をしました通り、私たち、鶴と森が2区、相川さんが3区ということで、隣同士なんですよね。そうなんですよ。中友小学校で一緒に勉強した仲間が2区と3区に分かれちゃってるんです。でそれなりにちょっとライバル意識もあってで私なんかはやっぱり2区がスタイリッシュで一番だと思ってるんですけども、そうは思ってないですよね、3区はね。もちろんそうですねもう本当にあの境を接してまして、特にあの日曜日の最後の目玉送りの巡行の時には、あの指定ビルの前で今年もでしたけどもすれ違いをして、はい、ね、一番なんか花火もたくさん上がるし、綺麗な、はい、とてもかっこいい勇壮で、勇壮ですね。だけど自分たちはしらっとしてる嘘ばっかり一番暑いですよ。いやもう本当にあのそんな形で、形もですね、あ、そうだそうだ、今年が55回だったんですけれども、3区は、0回5回の時には、毎年金色の台座を制作してたんですけども、今年は違いましたよね。今年は55回だけど来年大牟田市政100周年ということで、はいはい、皆さん、はい、来年にご期待ください。 お来年は、来年は金色ですか。金ですか。そうなんですよ、今年、はい、予告編で尻尾にちょっと金を入れてみましたあ、そうだったんです。ほぼほぼ自己満足の世界満足ですね。なんでもう、もう一つは、まあ、私たちは六山と言われる、まあ、新地山と言われるところなんですけれども、まあ、新地山というところは三池の御前山が
まあ、大元っていうかトップにいて、はい、まあ、この2つが、はい、オスメスがあって、同じように肉と産区もオスメスがあるんですよね、はい、そうです。私たちはしとやかなメスです。じゃあ肉 は, 肉は、イケメンの肉です。イケメンの、そのオスとメスの違いっていうのはどこで見分けられる？ご存知ないと思いますけど、はい、コブがあるのが、はい、オス、ヒゲの、あの頭のデコのところですか、ね、そうですね、はい、あとヒゲの数が、はい、奇数が、はい、オス、はい、偶数がメス。え、ご存知でした？いや、全然知らないんですけど、片側が、そうなんです、カニみたいな話ですね、はい、口の、はい、周り、はい、ピュッと立ってるでしょ、はいはいはい、あれが4本5本とかいう奇数偶数という数です。へえ、知ってた？知りませんでした。大蛇山あるある。メスとオスがあるのは知ってますけど、はい、私はコブしか知らなかったですね。その見極め方は知らない。うん、え、それ本当ですよね？本当に言い伝えられてます。ちょっとうちに帰ってもう一遍ちゃんと調べてみますね。そうですよね、そういうふうなのでちゃんと、まあ、歴史もあるということと、それからちゃんとした神事を行う、やはりいろんなことを行動することを収めるという言い方をしますので、まあ、そういうところが神事に徹してるなというところの誇りを持ってやってますよね、はいはい、そうですね、誇りを持って。でも先ほど言われた二区も三区も出が中友小学校なんですけども、今中友小学校一クラス20人がぐらいしかいなくて、全校生徒だと130人ぐらい、はい、やっぱり少ないんですよ。人集めはやっぱり大変ですよね。お互い大変だと思います、うん、でも、うん、人のつながりってやっぱり よくこんなに集まるなと思いますね、うんうん、三区は心広いですよね。心も全て広い。全て広い。全然喧騒しないんだもんな。全て広いです。そうですね、はいはい、それで、まあ、今年は両方ともカラカラに晴れてましたね。暑かったですよね、本当に。ラジオの前だからみんなに見えないと思いますけど、うん、私のデコを見てください。真っ黒ですよ。真っ黒ですよというのも知ってたと。私は何も言えません、はい、なんか後ろのミキさんの後ろで女の子笑ってますよ、はい、そうでしょう。もう顔ハゲてますもん。いや、もうですね、私はですね、もう3年ぐらい前からもう焼かないと決めて、薬局に行って、もうその粉を拭くとか何とかも何も関係ないから、はい、とにかく焼かないものをくれと言って、はい、塗ったくって ね白いままでしょ、全然跡形もつかないし、ね、祭りしてないんじゃない？してないんですよ、はい、多分ちょっと女子力が高くなってきました ね、 ね、焼くとね、はい、本当に1ヶ月ぐらい体がきついんですよ。きつくないですか？元気です。慣れてます。元気です。ちっちゃいとこから慣れてると。いいえ、そういうわけじゃない。根性です。根性です。さすがです。なんか今日はブツブツ話が来てる感じがするんだけどな。気のせいかな。ですね、まあ、55回の山が終わって、そして三区六山が、まあ、6つで、それから、次の日に大集合パレードっていうのがあって、今や20ぐらい参加がありますよね。そうですね、今年は若干少なかったようですけど、13山ですか。すごいですもんね。で、まあ、そうなるとやはり見に来るお客様には山の違いとかなかなか分かりづらいですよね。まあ、とにかく肉と産区を見てください。やっぱ肉と産区でオスとメスを、はい、今回来年、今年も終わったから、来年は100周年、100周年金の大蛇を、金の大蛇を、そうですね、金の大蛇が産区。あ、それに初日の六山巡行の時にはここの FM 担当のなんか上りを持った人がフロールしてましたね、うん、見ましたよね。あ、なんか古戦場の、うん、伝令みたいな感じでうろ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 しながら、そのうち矢に当たって死ぬんじゃないかと思うような、なんかそういう風な、なんかバタ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 走ってくれましたよね、うん、あれは中継してたんですかね。ミキさんの方がしてたと言いました。反響ありましたか？すいません、声が出ないところの人と話をしてしまってました。で、そうやってレポーターをしてた女性の方が2日目にはちゃんと子供を連れてお母さんしてたので、はい、ちょっとほっとしたところもあったんですけれども、はい、余談でした、はい、では、この辺で
また曲を1曲、今もうすでに参加していただきました相川さんが選んでいただいた曲を1曲かけて、本日のゲストとしての一品のお話に移りたいと思います。それでは曲さどうぞ。毎週水曜午後2時、ヤンヨカトコ、ヤンヨカモン、ヤンヨカ情報、ヤンヨカ人が紹介するふるさと大牟田屋、お得なプレゼントもご用意します。ぜひ聞いてください。やっぱりあの途中の私たちの声で入ってる CM は一刻も早く撮り直しましょうねまあ素人感満載だけども、素人感満載ですね。何回聞いても素人ですけどね、うん、まあ、相変わらず素人ではあるんですけども、ね、もうちょっとね頑張りましょうね。はい、それでは改めまして本日のゲストをご紹介いたします。はい、本日のこの店この人は相川総本舗相川さんです。そしてこの一品は知らぬ日もなかです。相川さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、ではまず、先ほどの曲の紹介をお願いいたします。はい、先ほどのドリカムは CD を初めてうちの娘たちからもらったんですよ。はい、そして車の中でドライブ中に聴いてた思い出で、はい、夢があるなというのがやっぱり未来予想でしたので。娘さん何歳ぐらいの時ですか。十数歳かな。プレゼントでいただいた。プレゼントで誕生日の、わかんない。いい娘さんですね。いい娘さんですね。まあ人懐っこい娘さんですもんね、二人とも。もちろんです。森くんのことを志郎くんと言いますから。私お父さんの弟さんと同い年なんですけどね。志郎くん可愛いですね。可愛いです。ありがとうございます。そういうふうに言っていただきます。今度から呼んでみましょうか。志郎くん、はい。ノーコメントでお願いします。わかりました。はい、では、まず今日は相川さんに知らぬ日もなかの、お話をお願いしたいと思います。では誕生の歴史とかその辺をよろしくお願いいたします。はい、知らぬ日もなかはおよそ65年ほど前に、はい、私の父である2代目俊夫が東京での修行で習得した一品であります。はい、そして今は大牟田の皆さんにお口に合うように手をかけ、販売させてもらっております。お店は創業は何年ですか。創業が104年になります。相川さんは今3代目です。3代目です。3代目ですね。お、はい、流行る3代目。3代目流行ってます。鶴さんと一緒です、ね、一緒ですね。3代目です。先週だいぶいじられましたので、言いたくありませんでした、では作られたのは先代ということなんですね。先ほど見せていただいて試食もいただきましたけども、まあ、私も同じ和菓子屋なんですけども、まああんこが美味しい、うんうん、やっぱもう和菓子屋の命はあん。そうですね。あと知らぬ日羊羹も作られてますもんね。そうですね。それが私どものスタートの品物ですので、羊羹からもなかから、はい、今いろいろと手がけてますので、はい、あと種類は、小豆のあんと冬場はお抹茶のあんこを作ってます。ほう、あれ冬場しか作ってないんですか。やっぱり日持ちがちょっとしないもんですから。おお、やっぱ抹茶の方は冬限定。そうですね。それは白あんに抹茶が入るということですか。そうです。よくご存知ですね。やっぱあんこ屋、あんこ大好き。やっぱりお菓子屋さんですね。鶴さん和菓子屋さんみたいですか。はい、よかった、和菓子屋ですちょっとなんか会話がふわふわとしてきましたね。うん、そうですね。はい、種類真ん中の側を見させていただいたんですけども、なんか白波というか波の模様の、模様が入ってますよね。そうなんです。私どもの商品白の日が冠についてますので、はい、幻想的な白の日をイメージして、うん、海の波の模様にさせてもらってます。あれは登録商標ですか。知らぬ日で登録を持ってます。すげー、すごいな。あとは、相川さんとこのお菓子と、まあ、通常作ってるお菓子とかというのは他には。冬場いろいろ作りますけど、夏場はやっぱり
皆さん遠のかれますので知らぬ日のつゆを作ってます。今内田さんいらっしゃいますけど、はい、コーヒー味とか作ってるんですよ。知らぬ日のつゆですか。はい、すごいですね。知らぬ日のつゆというのはどういった商品なんですか。そうですね、はい、一口で言ったら水まんじゅうのような感じで。あ、はい、水まんじゅうですね。やっぱ夏場はくずの感じですよね、うん、やっぱりそうですね、はい、やっぱり冷たい水を冷たいものを、はい、そうですね、やっぱ日持ちがしないっていうのが一番ですよね。そうなんですね。ですね。あと場所は今、あそこ橋口町。そうです、 NC 三池の前はいなんですけども、はい、最初からそこだったんですか。いえ、戦前はですね笹林小学校の南側にいたんですよ。私はまだ生まれてません、はい、今の大牟田中央小ですよね、笹林小学校。そうなんです。瀬戸山さん久しぶりに話しましたね。おられましたね、はい、もうあとやっぱり戦争というのが切り替えで、はい、今の場所に多分会長の森さんもそうじゃないかと思うんですよ。 うちもそうですね。戦前はあれどこだっけ、はい、佐月橋の近くにあって、はい、戦後今の場所に、今の場所と実は、はい、銀座通りの角に高島屋という閉められましたけども、はい、店があって、はい、その2つの土地が空いてたと聞いて、で今のうちの土地の方が商店街になるよとどこからか聞いたらしくて、はい、でそちらに移り住み、はい、実はその高島さんの方が銀座通り商店街になって、はい、うちが今のところは夜の商店街になってしまったという、まあ、そういう風な夜だけ昔から読みの甘いところが夜のかなというところ で、 夜の、はいはい、でも相川さんのお父様とはうちの祖父とかがですね、そうですね、ずっと一緒にサンバガラスみたいにして、うーん、戦後すぐの砂糖がなかった頃 の、はい、供給の時代とか、あ、戦前もそうですかね。そうです、まあ、森さんも私と同世代、私の父も森さんのお父様も同世代、はい、私の祖父とまた森さんのおじいちゃんが同世代、もうやっぱり深いんですよね。深いんですね。深いですね。実はですね、今いる相川さんの奥様は私の遠縁の方になるんですよ、はい、おお、まあ、だからなんだとそうなんですよね。なかなかやっぱ大牟田だと長くやってるとやはりそういう風な、特に菓子屋とかで地の物、地の人たちと一緒になりますから、うん、はい、そういうの関わりは深くなりますね、はい、じゃあやっぱり3区に戻ろうかないいですか、ね、おいでください、ね、大事なものトップですよね、はい、もう今2年目ですか、はい、総代会長になりまして、3区もいろいろありましたもんね。ありましたね。もうひどい話もありましたよね、悲しい話で、うん、知らないでしょ。知らない、分からないですね。話していいですか、少しだけ。匂いだけさせてください、はい、山がですね、はい、直前に放火で燃えたんですよ、はいはい、あ、それ知ってます。10年ぐらい前ですか。そうなんです、そうなんです、はい、もうね、はい、ちょうど一緒に3区の人がいて、はい、もう泣き崩れてるのを真横で見てっていうのがあって、まあ、そういうふうないろんなのを乗り越えながらですね、今度、まあ56回目して100周年ってことで、はい、100周年で、うちたちの山ももう50半世紀以上ですからね、当然、うん、へ、60年70年って形でやっていってますね。また来年楽しみですね。もうすでに来年が始まりましたもんね。昨日から始まりました。昨日から始まりましたね、はい、まあ、山の男はそんな話、そんなもんですね金色をぜひ期待しておきましょう、はい、あ、本当ですね、金色をぜひ、はい、期待ください。え、なんてだいぶ噛みましたね今すいません、思わず先輩になんてと言ってしまいましたそれでは、まあ、オチがついたところで、今日のゲスト、相川さんに、相川総本舗のこと、そして知らぬ日もなかのことをお話いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここでいつもお知らせのコーナーなんですけども、お知らせがありませんので、この最後の締めをじゃあ内田さんの方からよろしくお願いいたします。はい、内田です。先週に引き続き内田です。続いて、はい、今日の
ゲストの相川総本舗の相川さんから、プレゼントいただいております。相川さんお願いします。はい、今日 FM 担当を聞きいただいた皆さんに、はい、FM 担当聞いたよと言って、はい、おっしゃっていただければ、はい、明日10名様に、はいはい、今日の知らぬ日もなかをプレゼントさせていただきます。おお、太っ腹ですね。明日28日1日限りですか。1日限りにしてください、はい、先着10名のお客様に知らぬ日もなか、はい、どれだけ欲しいの。いやすごい美味しかったね。FM 担当聞いたと、まあ、あのおっしゃってください。必ず先着10名のお客様に知らぬ日もなかをプレゼントいたします。ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろ、まあ、あの閉店の時間が近づいてまいりましたので第3回の生放送いかがだったでしょうか。すごい噛んでますけどね。はい、うん、私たちに聞いてるお客様に、お客様にです、はい、いかがだったでしょうか。メッセージ来てますかね。最近あんまり来てないですよね、はい、身内には山本頼んでるんですけどもね、はい、アプリだと早いよと言って、はい、来ないですね。そうですね、あのまあまあ、温かい、はい、番組の途中で来たところでそれを紹介できる能力はないですけど、ね、私たちには読み上げるっていう方法もあります。あ、ちなみに、はい、先週ゲストの平原まんじゅむ井出口さんに、はい、連絡を取ったところ、はい、何名1週間で何名来られましたかと、はい、いうことを聞いたら4名だそうです。あ、もう十分です。十分だと思います。これからどんどん裾を広げて、はい、裾を広げてですね、はい、多くの方々に聞いていただいて、途中割り込んでくるなら、はい、最後まで噛まずに終わりましょう、ね、うん、その能力はないのかもしれませんね。あ、そうです、すいません、素人集団です。はい、じゃあ締めましょう。そろそろ来週のゲストを紹介したいと思います、はい、この店この人は有限会社野口食品の野口さんです。一品は九州男児の元です。野口です、来週お邪魔させていただきます。九州男児の元って何なんでしょう。高菜を使った商品になります。はい、来週詳しくお聞きします。番組では応援メッセージや優しいご批判メッセージをお待ちしております。宛先は 793@fmtanto.jp です。 Facebook ページもございます。ふるさと大牟田で検索してください。それでは大牟田物産振興会がお送りしました。はい、ふるさと大牟田屋、すいません、あの今まだ早いと、はい、あの今日の最大の目標は、はい、スムーズに終わると。そうですね、1回目2回目、1回目もブチ切れ、2回目は超早口で終わってしまいというで、あと 1,2 分喋った方がいいですかね。お好きにしてくださいって言ってますけども、はい、じゃあ、今日は実はですね、はい、観光おもてなし課の、はい、里山さん、そうですねが2回ぐらいしか聞こえませんでしたけども、ね、いかがでしたでしょうか。はい、いきなり出演ということで大変びっくりしております。また次の機会ありましたらよろしくお願いします。本当に思ってます。思ってません独特なトーンです。これ役所も流れてるんですか。いや、役所の中では多分流れてないと思います。観光おもてなし課は、いや、勤務時間中には流れてないと思います。雑音ですかこれは。どこでしょう。あ、ごめんね、不毛だった、はい、じゃあそろそろ締めたいと思います、はい、FM 担当のアプリもございますのでぜひよろしくお願いします。また来週、8月3日水曜日午後2時に開店いたします。ごきげんよう。さようなら。